い、おはようございます。釣り子 TV です。今年覚えたい釣りの一つにチャターベイトっていうのがあって、あれはもうバカバカに投げていろいろなんとなくこういう時に投げたらいいのかなっていうなんとなく見えてきたんですけど、もう一つ覚えたい釣りがあるんですよ。それが長いワームを使った釣り。これ前からやってみたいなと思っていまいちこう手が出せずにいたんですけど、いよいよですね、これ一袋買えたんで、ちょっと練習してみようかなと思います。イールクローラーの10インチビッグロングワームですね。いろんなメーカーから出てますよね。もちろん何ですかね、大御所っていうとデプスの金空とかが、各サイズ出ていて、あそこら辺が、あって、で柔らかいワーム方面だとクオンからうどんっていうですね、長いストレートワームがあって、まあ張りのある方だとキングから始まって、柔らかい系統だとそうですね、うどんから始まって、今ドライブクローラーとかもでっかいの出てたりしますけどね。あと棒ワーム、あれも12インチとかも破格のでかいサイズとか、店頭に並んでたりしますんで、まあそういったですね、長いワームを使った釣りってやったことがなかったんで、これをちょっと今年は練習してみたいな。なんでかっていうと、やっぱ釣りの大会とかでものすごい勝ちのルアーになるっていうか、まあ上位優勝の鍵になってる機会が最近増えてるんじゃないかなっていうのを見てまして、この前棒ワームで小林プロが、うなぎみたいな感じで結構特殊なフックセット方法をしたやつで、でっかいバス釣ってましたし、それと大体同時期ぐらいにこう今江プロとか三原プロとかがこのイールクローラーの10インチこれを使ってでかいバスを反応させているなんていうシーンもいっぱい雑誌なんか、あとはインターネット動画なんかでも出てますからね。これちょっと乗り遅れる前にですね、一袋買ってちょっと試してみようかな。ここまで長い大きいワームだと思うね、あんまりバスも見慣れていないんじゃないかなと。で特に関東だと結構ちっちゃいワームで釣るっていう機会が多いんで、まあレッグワームとかいう小型で、食わせてくっていう釣りが多いんで、ここまで長いやつってのはなかなかまだ見慣れてないんじゃないかなと思ってですね、これをちょっと試してみようと思って買ってきてみました。じゃあ早速ですね、開けてみたいと思います。この商品はチャック部袋口を溶着しております。ご使用の際はハサミでカットしてください。ここはまずハサミで綺麗に開けようよということなので、ちょっとじゃあハサミ持ってきますね。はい、じゃあハサミでですね、もうちょっとビーッと切ってこんな感じで、でこうすると開けれるようになるのかな。ちょっと切りが甘かったみたいなので、もうちょっと攻め込んで、溶着されております。開かない、開かないぞ。あー、ここまで結構深めに切れば、あ、ここまで切れば、はい、はい、できましたよ。はい、こんな感じで入っております。おー、このボリューム、わーで、結構張りありますね。へー、うなぎみたいなこういう顔があって、で横に微妙にこうヒレじゃないけど、こうリブバリじゃないんですけど、こんな感じでちょっと分かりますかね、あって、結構シンプルな作りなんですけども、この素材感っていうのはちょっとこだわりの素材感なんですかね。このドゥーンとしてますよ。はい、これが、イールクローラー10インチことうな重ですね。うな重ってよく名前出てますけども、へえ、こんな張り、
これをデカバス、ミエバスなんか見つけた時にワッキー掛けにして、でまあなんかぶっ飛んでっちゃいそうだから、あのどうでしょうか、ジャバロンネオとかのあのコイルとか入れて身切れ防止の感じにして投げようかななんて思いますけど、結構デカめのバス針で真ん中にかけてベターンってこう投げてる、そういうシーンなんかよく動画で、研究して見てると、見るんで、で何にしろ岸に一回乗っけて、で岸にいる時からこうちょっとガサゴソガサゴソガサゴソしてトゥルンってこう落とすと食いつく、こういうことみたいなんですけどね。あとはネコリグみたいにネイルシンカー入れて 2g 以上って書いてありましたかね、ちょっと重めの、シンカーを入れて、でトゥルンと入れて、こういった感じの使い方で使ってたみたいですけどね。あとはこの前、の小林プロがやってたような、ちょっともう中にオフセットフックをインサートしてここら辺にフックを乗せてフッキングを良くしてって、こういったいろんなリグにも対応できるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっと画面からもうはみ出すぐらいのこんなボリューム感なんですよ。で3匹入っておりますね。この3匹ね、これちょっとこの長さならではのアピール力、破壊力っていうのを体感してみたいなと思って1個買ってきてみましたが、結構ですね、うなぎいますからね、水郷エリアなんかもうなぎいっぱい取れるっていうことでうなぎ屋さんいっぱいあるから、デカバスが何食うのって言ったら案外こういうの なんだと思って食うんですか、巨大なドバミミズと思って食うのか、うなぎだと思って食うのか、まあ上から落として食うときはまあ間違いなくドバミミズだと思って食ってるんだろうなと思いますけどね。水中で誘うときなんかは案外本当にうなぎだと思って、鉛筆サイズの、まあ鉛筆よりでかいですけどね、こういう大きなサイズのうなぎだと思って食ってるのかもしれないですよね。まあちょっとですね、まあなんとか、ブルフラットなんかでちょっとでっかいワーム投げてもう釣れるんだっていうのにはだいぶ耐性が出てきましたからね、この手のですね長くて細いワーム、ここら辺を使った釣りっていうのをなんとか秋口までにですねちょっと一匹でも釣って、ああこういうタイミングで入れればいいんだなんていうのをご紹介していければななんていうふうに、考えておりますが、重さも測っておきますね。今かつのですねこのイールクローラー10インチことうな重、これが単体で何グラムなんでしょうか。あ、細長いんでそこまで、重くないですね。26グラム、1オンス前後ってところですかね。こんな感じなんで、で三原プロのあの解説とか見るとそこまで硬い竿では使ってないみたいですよね。あのベイトフィネスプラスアルファぐらいの竿でこれを岸際に乗っけて、で穂先の柔らかさを生かしてこう優しくほぐしてこうトゥルンと入れる、こんな感じで使ってましたからね。6フィート低インチぐらいのミディアムヘビーとか、あとはもしくはベイトフィネスみたいなタックルなんですかね、こういったので使うといいんじゃないかみたいな感じでやってましたよね。もうこれ丸めると手になんとか収まる感じですけども、ちょっとねまだここら辺のやつ自分では、やったことがない釣りなんで、ちょっと新しくですね勉強してみようかなっていう風に考えて一袋買ってきてみました。というわけで本日はですねこちら今勝のイールクローラー10インチ、まあうな重ですね、これを買ってきてみたよ、こういった動画でした。はい、釣り GoTV でした。